皆様コンリアです。今回は喫茶マウンテンに行ってきました。喫茶マウンテンですが、愛知県の名古屋市昭和区にある喫茶店でして、最寄りの駅は地下鉄鶴舞線入永駅から徒歩10分、名城線八言地跡駅から徒歩8分となっております。どちらも北側から道歩いてくるとこの看板が見えるんで、そちらからがの方が分かりやすいかと思われます。割とテレビで知ってる方も多いと思われますが、今回食べてきたのは割と普通のメニューですので、まあただ量が多かったので、あ、やばいなとは思ったんですけど、まあ今回食べてきたのがまずエッグカルボ、こちら950、このサイズで950円なんですよね。これ IC カードを載せてるんですけど、このサイズの比較をするとかなりでかいことがわかると思います。玉ねぎとベーコンと卵、ニンニクに太麺のスパゲティを入れて、その上にホワイトソースをのけたものになります。結構でかいです。2人前、3人前くらいあってるんじゃないかな。結構ボリュームがあったんで、そしてこれでお腹いっぱいだったんですけど、まあ先に注文してしまったのでもう一個食べたのが、ひろしのわがままホットケーキ、こちらはパンケーキが2枚に、これクリームが真ん中にあるんですよ。その中にあんこが隠れてまして、さらにキウイとバナナと桃とアイスとチェリーが乗っているという、まあとても分量の多いメニューでして、これも大概、ちなみに普通のホットケーキもありますね、ご安心を。なお普通のホットケーキを注文すると、一応ヒロシなのか普通のホットケーキなのか確認をされます。それで今回食べてはいないんですけど、先日食べたもののご紹介をいたしますと、こちらココアフロート、これとにかくアイスが多いんです。もう下のココアと同じ量くらいあるんじゃないかってくらいアイスが持ってあります。もう食べるときにこぼさないように必死で、この下のお皿ももうこぼれること想定で置いてあるんで、もう量がとにかくこのお店はすごいです。そして今回の最後にご紹介いたしますのが、こちら以前食べました甘口小倉抹茶スパになります。まあマウンテンの代表作品といいますか、テレビで見るのはよくこういう、まあ偉いものになりますね。こちらもまあスパゲティの量がまあ1人前じゃ済まないくらい結構あるので、まあ最初に3口は美味しいって言って食べるんですけど、だんだんもうくどくなってきて、やっぱりみんな結構残す人がいるんで、食べきるのはまあやっぱり慣れてる人じゃないと難しいっていうところが。ちなみによく言われる攻略法は、もうこれあったかいところにクリーム乗ってるんで、まずはクリームを食べましょう、溶けます。それで私的にはチェリーや小倉、これ桃も乗ってるんですけど、これはまあ甘ったるいんですけど、これだけスパゲティが量があるとこれでも口直しに使えるくらい助けになるんで、まあ、これも後に取っといた方がいいと思います。もうくどくなってきたらこいつで口直しをする、そういうもうものすごい、まあ多分頼めば小盛りにもしてくれるんでしょうけど、全メニュー。まあ、どうなんでしょうね。と、まあ、喫茶マウンテンのお話はこんな感じですね。まあ、興味があったら、名古屋に来た際は一度行ってみてはよろし、どうでしょうか。今回はご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。ありがとうございます。